ようございます。間違えた。こんばんはですね。今回私竹芝港に来ております。伊豆大島何回か行ってますし、東京いろんな島があるんですけども、そのうちの一つの三宅島に今回ね行きたいと思います。後ろにねでっかい船あると思うんですけども、こちらの船に乗って三宅島まで向かいます。こう寝て朝5時に着く予定でございます。後ろを見るとですね、でっかいビルがバンバン立っててですね、もうネオン街って感じなんですけども、朝起きたら急に島っていうですね、このギャップがね僕大好きなんですけども、三宅島僕初めてなんで、みんなに魅力を伝えていければなと思っておりますという感じでございます。で、自転車もね今回もうすでにパッキングしていて準備は整ってますので、あとは乗るだけって感じですね。いつも二等席なんですけども、ちょっといいところ取りましたので、そのあたりもね皆さんに共有していこうかなと思いますということで、じゃあ早速行きましょうか。グループで行くには良さそうですね。出航しました。レインボーブリッジです。そしてあちら見てください、東京タワーです。はい、こっちレインボーブリッジです。こんな贅沢ができるのはなかなかないですからね。三宅島はですね、伊豆大島の時とはまた違うちょっとコンパクトな船ですね。10時半で出航して朝5時に着きます。早く着きすぎちゃうんですよこのスピードと。なんで真ん中あたりでずっと止まるんですよ船が。でふわふわーっとゆらゆらして、朝5時に着くようにダラダラとゆっくりと調整して到着っていう感じですね。これはテンション上がるね。これですよ、最高。船、皆さんまずはこれを押さえてください。乾杯しましょう。乾杯。チー、準備は整いました。完璧です。はい、ということでですね、準備バッチリでございます。天気はピーカンですね。めちゃくちゃ晴れていて風もいい感じに吹いてます。ついて荷物を近くの宿に止めました。手ぶらの状態で今ね準備して、ここ、火山体験遊歩道というところに来てます。宿からまあちょっと走ったところ、もう数百メートルのところなんですけども、ここではですね、三宅島ってどんな島っていうのをですね歩きながらこう歴史をね体験できるところなんですけども、まあ、ここでベラベラ喋ってもですねあまり伝わらないと思いますので、早速ここを、ね、通って行こうかなと思います。行きましょう。ここ火山島なんですよ。なんでまあ多分見ての通りというか、僕も初めてなんですけど、おーこの岩岩がまあザって感じですよね。火山って感じですけども、普通に歩いてまあ20分ぐらいですかね、はい、かかるような感じです。うわーすごいっすね。うわー見てください、これすごいっすね。ここはですね、一応火山島っていうだけあって、もともとですね噴火の被害にあったところなんですね。綺麗なんですけども、もともとこの辺には小学校とか中学校とかあったんです、実は。で、その跡が残ってます。で、あそこにね、ぼちぼち見えてくるんですけども、火山の被害があったところということで、そういった歴史的な部分も見ることのできる場所ですね。めちゃくちゃ綺麗だな。多分ここがそのまま多分屋上なのかな ?3 階建てとか2階建てだと思うんですけど、火山がこう上から乗っかった状態ですね。綺麗では綺麗なんですけど、悲しい事故もあったよっていうのをですね学ぶことができると。でこれをねきっかけにですね、現在は小学校とか市役所をね噴火した時にいっぺんにやられないように散らしてるんですよね、こういう場所をね。これはまあ良くも悪くも大迫力ですね。なんかいろいろと思わせてくれるような。これも学校ですよ、モロですね。中の疲れてる感じとかも全部そのまま残ってますね。自然の力はすごいぞという感じですね、ほんと。東京にいながらですね、
大自然っていうのはやっぱり魅力ですよね。車とか皆さん、みんなこう品川ナンバーですからね、皆さんね、こうね、この雰囲気で。このギャップがやっぱりいいなと僕は思っております。ということで、まあ一周ぐるりと、10分とかで回れそうな距離感ですね。ちなみにシューズはね、SPD かスニーカーの方がいいですね。SL はやめた方が良いと思います。はい。はい、ということで、戻ってまいりました。よかったっすね。最高っすね。はい。いよいよ走り始めますと。ということで、今回はね、ドマーネで来ました。三宅島、道路がすごく綺麗でですね、走りやすいんですよ。車もほとんど通ってないし。なんですが、テンション上がりがちなんですが、まあ一応、一時停止とかもちゃんとありますし、走行車線もちゃんと2つあるので、来られる方はぜひね、道交法といいますか、はい。皆さん注意して安全に走りましょうねと。僕も楽しみながらその辺も気をつけて走りたいと思いますと。ということで、まあ行きましょうか、それじゃあね。はい。じゃあ、参りましょう。行きまーす。おー、さあ来たよ。もう島感がやばいと思います。遮るものがないんで風が結構ありますね。火山。噴火の後ですね。なかなかの景色ですよ、これは。うわぁ、すごいっすね、これは。ひえぇ、この辺にですね、メガネ岩っていうちょっとしたスポットはあります。多分この辺だと思うんだけど、ちょっとチラ見してみましょうか。お、これは、パンクの予感がしたので、降りましょう。うわぁ、これはすごいな。おぉ、これメガネ岩じゃないんだろうけど、なんかすごい。この景色やばいっすね。やっぱでもここは海から流された石だから丸くなってますね。削れまくってて。でも僕が今立ってるところはもう溶岩石なんで、もうトゲトゲしくて非常にまあ危険です。面白いよね、石ってね。はい。お、メガネ岩です。ね。ここも一応観光スポット、ジオスポットね、見といて損はないかなと思います。で、この後ですね、展望台に行きます。ひたすら登るので、頑張ります。めちゃめちゃ頑張ります。これは上がりますな。道は本当東京と変わらん。めちゃめちゃシルキーですよ。なんなら東京よりいいかもしれん。三宅島、道路めちゃくちゃ綺麗なんですよ。ただですね、火山島なんで、もうこんなんなんですよ、こんな。なんでまあ走れる際は、まあまあ気合を入れて走るといいと思います。はい。うほー、まずいです。あれ、もうギアがない。なぜならアウターに入ってた。今、七島展望台ってとこまで向かってます。あーし。登り切った。まあこれ始まってすらいません、皆さん。七島展望台というだけあってですね、東京の島々を見渡すことのできるほど高いところにあると。そういうことです。はい、クライム始まりましたね。約4キロ。勾配相当えぐいです、これ。平均勾配 10% ですね。はい。終わった。検査終了。ほほほ、あれ勾配が 10% 以下見たことないんですけど。おマイガーですね。このシャドウは頭おかしいです。やばいです。残り60。まもなくゴール。うひゃー、すげえ。よし、登り切ったぜ。いや、でもこれすごいっすね。これ見てください、これ。めちゃくちゃ綺麗だよ。でも展望台ってどこ？なんか人影見えるけど、あれじゃないかい、もしかして。マジっすか。よし、行きましょう。うおー、すげえじゃん。すげえじゃん。いや、すごいよ。これはすごいね。到着。さあ、ということで、てっぺんです。はい。てっぺん取るっしょということでですね、七島展望台ですね。自転車で展望台まで行けるって結構珍しいなと思ってるんですよね。だいたい途中まで行って歩きで展望台がほとんどだと思うけど、ここはギリギリまで自転車で来ることができますということで、ちょっと行ってみましょうか。見てください、これね、えすごいでしょう。このジオラマ感ってやつですよね。ここからはですね、東京の島々が結構ね、何頭か見ることができる、そんな場所でございます。かなり登るんで、足に自信がある人、
ぜひ行ってください。僕でも登れたんでね、皆さんは余裕かと思いますけども、まあまあ登るんで、覚悟して行ってもらえばなと思います。ということで、こっからですね、下ります。もうぼちぼちお昼なので、ランチタイムでございます。楽しみにしててください。よっしゃー、ランチタイムに向けて行きます。下ります。ウォーホー！ウォーホーホー！やばい。道が狭い、道が狭い、狭いです。ジャングル感半端ねえな。おお、ちょちょいちょいちょいと、おおほほほ、おおほほ、うわっ、うわっしゃ、おおほほほ、おおほほ、やばい、なかなかです。ここもなかなか、お、海出ますよ、海。え？こんなとこにランチスポットあるんすか？あ、でもサイクルラックもありますね。めちゃくちゃいい感じの、なんか別荘地みたいな感じじゃないですか。なんすか、このおしゃれスポットは。この海抜けはちょっと、上がっちゃうなぁ。ギズモさんです。ちょっとすいません、頑張ったんでコーラフロートシュワシュワ頼んじゃいました。失礼します。最高だね。アイスクリームもいっちゃいましょうか。ほんとね、本日終了でございます。終了しないですけどね、はい。チキントマトソース煮ですね。いただきます。まあ、サラダやら何やらついて、あとドリンクじゃなくてこうスープもついて1500円です。で、確か三宅島さんのナスとかバジル使ってますよと。そんな変わるんですかと。どこも変わんないでしょ、ナスもバジルもとね。冗談抜きでうまいですこれ。めちゃくちゃうまいよ。めちゃくちゃうまいですね。ここは超当たりですね。めちゃくちゃいい。サイクリスト 100% 寄った方がいいですね。めちゃくちゃいいです。ラックもあるし、海も綺麗だし、ぜひ寄ってみてください。ごちそうさまでした。最高ここ。この後はですね、景色系です。売りは景色だと思いますんで、海沿いを走って立派な新山ってところで絶景スポット寄って、まあ、夕日見たりしてみたいな感じで、後ろの海を楽しみながら走りたいと思います。参りましょうかね。参りましょうか。じゃあ出発。まあ綺麗ですわ。かなり走りやすくていいっすね。道は綺麗だけど、やっぱこうなんだな。やっぱね、楽しませてもらってますけど、めちゃくちゃ気持ちいいロードじゃん。この道一周でも楽しいよね。今日はちょっといろんなスポット巡っちゃってるけど、まあまた次回だな、それは。さあ、もうぼちぼちだと思うんだよな。来た来た、ここっすね。 OK、 到着。立派な新山ということでやってまいりました。これ結構有名なスポットです、はい、見て、ちょっとなんか怪しいところに入る感じでしょ。正式な入り口でございます。皆さんね、どうぞこちらへ行きましょう。うわ、すごい。なんかそれこそトトロとか千と千尋の神隠しでこういうところ行って抜けたら、あれ、ここは一体っていう、そんな雰囲気ですな。あ、でも短いっすね。ほんとすぐ近くにだだっ広い感じの、うわー、これ相当良さそうっすよ。こういう感じね。こういう感じなんですね。はい。わー、こういう感じですね、抜けると。これは思ったよりも相当いいぞ。そしてめちゃくちゃ眩しい。もう快晴すぎ今日。うわ、すごっ、すごっ。これすごいっすね。これは超絶映えスポットですね。あそこがそのサイトに載ってた、まあ、やつですね。もっとドーンと見せればいいのに、あそこだけピッて出てるからちっちゃいもんかと思ったけど、相当壮大な感じですね。あ、来ましたね。立派な新山ですよ、皆さん。やばいでしょ、このスケール。これはですね、火山島ということで、まあ火山なんです。こっちちょっとちらーっと来てもらうと分かるんですけど、ちょっとね、近づきすぎると危ないんで皆さん気をつけてね。こうぐわーってえぐれてると思います。これがですね、1日でできたらしいですね、どうやら。なんか火山が層が
こう積もって海の波でつなー削られてこのダイナミックな景色が生まれ、そしてあそこにちょっとねこうふにゃふにゃってなってるんですけどローズの花ということで立派な新山という、ここは来てみないとちょっとねこうダイナミックさが分かんないですね。めちゃくちゃすごいです。残念ながら自転車で走ることはできないんですけど途中まで歩くことはできます。で入り口分かりにくいんで皆さん注意深く見てくださいね。あ、ここかっていうのをね僕の動画見てもらえば分かると。いやここはねなかなかすごいところですね。間違いなく SPD 推奨でございます。はい、絶対にあのやめてくださいよ。もうロードシューズで来ることはお勧めしません。三宅島はですね一周30キロぐらいと結構コンパクトな島なんでギュッとしてるんですよ。スポットもこの後行く大路池もですねこっからすぐそこなんだよね。またね自転車はちょっと入れないんだけど三宅島で1位2位を争う超有名スポットでございますから、まあ抑えないとダメでしょうという感じですね。到着。じゃじゃーん。赤コッコ館から入りまして、大路池ですね。ここもね、自転車入れないんで、皆さん歩いて行ってくださいね。こういうことがあるので、靴はスニーカーまたは SPD 推奨ということでございます。皆さんね。そしてわ、すごい。なんかもう、面白いですね。こっちなんだ。あれ？もう総額でーさあ、やってまいりました。大路池です。どうですか？すごいでしょ？めちゃめちゃ落ち着いたスポットですよね。ここはですね、バードアイランドということで、バードウォッチングとしてもめちゃくちゃ有名なところでして、三宅島の中でもトップクラスの有名スポットですね。鳥たちにとっては楽園のような場所ということで、日本一鳥の声が聞こえると言われるですね、癒し系の場所ですね。今までこうワイルドな感じの火山のたくましさというか全部見せてきましたけども、ここはどっちかというとこう癒されるようなところですね。すっごい静かです。でね、ここ今池がブワーってなってるんですけど、もともとここは火山口だったらしいですね。でそれがなんやかんやあって今はこうなってるということでね、自然と面白いなと思いますけども、自転車降りてからそこそこ歩くんですけど、ぜひね寄っていただきたいスポットの一つでございます。立ってるだけで多分相当映えてしまってると思うんですけども、写真とかもこうやってやるだけで映えてしまうっていうですね、まあそんなスポットでございます。すごい静かで僕は気に入りました。なんかこういう一面もあるんだ三宅島はっていう風に思いましたね。ということでですね、まあそんな感じで大きなスポットは結構巡って、これから一気に海辺をバー走って夕日をしっかりと見まして宿に戻るといったような感じでございます。じゃあ行きましょうか。それじゃあね、さらば大路池、めちゃめちゃ綺麗でした。あれあれ、嘘でしょ、嘘でしょ、おいおいおい、どうした、マジかよマジかよ。なんかあれかな、輪行の時にバッテリーが死んだのかな。 DI2 終了、シングルスピードですまたここでもシングルスピードか。何をやってんだケンちゃん。シングルスピードの何かが取り付いてますね。すごい波やばいっすね。 1.7 キロか。ひえ、それは地獄やで。うわ、あれ今日富士ヒルかなんかそういう、そうらしい。ペース的にはやや富士ヒルペースですね。あー、くそー、綺麗だけどしんどい。さあ、まもなく泉崎、もうバッチシ夕日タイミング合わせてきました。はい、
もう頑張って踏みましたよ、私。ここは泉崎です。夕日がめちゃくちゃ綺麗&走りやすい気持ちよーい下りでございますね。あー、最高じゃん。まもなくね、宿に着きます。はい。もうすぐゴールですよー。戻ってまいりました。無事に宿到着でございます。楽しかったですね。最高でした。シャワーをシャッと浴びてご飯食って、ね、乾杯したいと思います。すぐそこなんで。おっとっとっと、生まれたての小鹿みたいになっちまうね。プルプルプルつって、なんとかまあ一周というかあちこち入れてよかったです。イエイ。じゃあご飯屋さんで。バシッ。はい、ということで宿でシャワー浴びて今ここふるさと味覚館っていうところですね。こちらではですね、三宅島で獲れた地魚を使った料理がですね結構楽しめるということで、まあこんな感じでね、ある程度ちょっと用意していただきましたと。今日は50キロぐらいかな、で1200カップということで、結構まあアップダウンがすごいコースで、走りごたえのあるコースでした。まあ火山のね、このパワフルな絵も撮れたと思いますし、神秘的な絵のねところも撮れたということで、いろんな景色を見ることができた素晴らしいね一日でしたということで、すいません、ちょっと我慢できないんで、いいですか、こいつをね、はい、じゃあ今日一日お疲れ様でした。乾杯。チーン。うん、マジで最高。本当にありがとうございます。いただきます。すみません、こちらです。じゃあ、食べちゃっていいですか。はい、じゃあ、お疲れ様です。あ、そうですね、お疲れ様です。明日のチャーハン、うん、大好。なめろう行こうか、なめろう。島唐辛子、ね、うわ、もうすでに強烈。いただきます。最高、辛い。うん、最高っすわ。ということで帰ります。三池港というところで今日はね、船が来ますので、そこから帰ります。楽しかったですね。三宅島もめちゃくちゃ良かったですよ。お昼の便しかねないので、午前中にふるさとの湯というですね温泉寄って、そして観光協会があるので、そこで、これですね、はい、ね、むしろおしゃれなパッケージでしょ、はい、牛乳せんべい、名物の牛乳せんべいも購入して、で、ランチもですね三宅食堂というところがあって、そこで醤油ラーメンですね、はい、食べさせていただきました。めっちゃうまいよこれ。よかった、めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ食べてください。結構アップダウンはあるものの、走りごたえのあるコースで初心者から上級者まで楽しむことができるんじゃないかなと思います。東京にいながら非日常的なライドをしたいのであれば、三宅島はマジで僕初めてですけど超良かったんで、皆さんぜひ来ていただければなと思います。概要欄に、ね、リンク貼ってます。そこから飛んでもらうと三宅島の今回のライドが記事で上がってます、まあ、めちゃくちゃかっこいい写真、三宅島の感想云々ってですね、すべていい感じにまとまってますので、ぜひそちらもご覧いただければなと思います。という感じで、実はパッキングもよいしょ、もう終わっておりますので、あとは無事に東京に竹芝港に帰るだけでございます。昼からスタートして19時ぐらいですかね、確かね、ぐらいに着くような感じでございます。ご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画を楽しみに。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら、また次回の